あなたは今をときめく名探偵だ。そんなあなたの事務所には様々な人が来る。しかし、今日来た人物にはできれば来てほしくなかったとあなたは思っていた。あなたの目の前にいるのはシャイという名の資産家だ。この男には妙な噂がつきまとっている。普通は見られないような妙なパーティーを開く、そういう噂が流れていた。しかし、資産家という地位の人物だけにパーティーの参加を断りづらい。本日はあなたをパーティーに招待しようと思い参上いたしました。シャイは仰々しい態度でお辞儀をした。パーティー参加の注意事項として、他の方にはパーティーのことを言わないでいただきたい。どうにもあなたの参加が決まってしまったらしい。それでは、シャイは帰ってしまった。あなたは自分の車で指定された場所に着いた。他にも3台の車が止まっている。あなたは車を降り屋敷のインターホンを鳴らした。扉が開き、メイドと思われる女性が出てきた。お待ちしておりました。お入りください。あなたはロビーに通された。ロビーには3人の男性がいた。筋肉質な男とハンサムな男と白髪の老紳士だ。それでは皆様、私は出ていくようにシャイ様から言われていますので失礼いたします。メイドは出て行った。自己紹介が必要かな？いらないでしょう。みんな同じ名前で同じ職業なんですから。本当に趣味の悪いパーティーですな。不意に扉からガチャンという音が聞こえた。周りの窓にシャッターが降りていく。そんな中、アナウンスが流れた。皆様、ごきげんよう。本日は私のパーティーに参加していただいてありがとうございます。早速ですが今回のパーティーの趣旨についてお話しします。皆様は全員が同じ名前、同じ職業でございます。もちろん偶然ではございません。あなた方の中で本物は一人だけです。つまり残りの3人は名探偵の偽物になります。しかし、あなたたちはお互いのことを知りません。誰が本物で、誰が偽物かわかりません。私は偽物を逮捕するためにこの屋敷に皆様を招いたわけではございません。屋敷の扉をロックしてあります。窓にもシャッターが降りています。この状態は30分間続きます。そしてこの30分間にこの屋敷の中で起きることは法律では罰せられません。つまり、偽物が本物になり変わることが可能です。事後処理はこちらでいたしますので気になさらないでください。しかし、私はあなたたちの殴り合いを見たいわけではありません。この屋敷の中にはあなたたちの正体がわかる品物が隠されてあります。それを見つけてからでも行動は遅くないと思いますよ。それではカウントを開始します。アナウンスは聞こえなくなった。本当に趣味が悪いですね。つまり偽物の弱みを握っているってわけだ。私たちで争っても被災者を喜ばせるだけです。ここは協定を結びましょう。どういった内容でしょうか。5分おきにこのロビーに集まって見つけたものを共有するんです。なるほど、あそこの暖炉で燃やそうっていうのか。筋肉質な男が暖炉を指さす。なるほど、証拠隠滅も法律には引っかかりませんからね。時間はありません、行動に移りましょう。3人は移動してしまった。あなたのハンドアウト、あなたはとんでもないパーティーに参加してしまった。このパーティーでは何が起こってもおかしくない。あなたの使命は生きてこの館から脱出することだ。秘密、あなたは本物の名探偵だ。この状況で本物だとバレるわけにはいかない。あなたの真の目的は自分が本物であるという証拠を回収することだ。一手番が終わったらマスターシーンの動画に移動してください。一手番、マスターシーン1、一手番、マスターシーン2、一手番、マスターシーン3、一手番、クライマックスといった流れになります。条件を満たすとマスターシーンやクライマックスが変化します。シーン量は降りません。公開ハンドアウト、パーティー会場、複数のテーブルと椅子が並んでいる。キッチン、ピカピカのキッチンだ。食堂、長いテーブルが置いてある。使用人部屋、シングルベッドなどの生活するための家具と風呂場がある。娯楽部屋、ビリヤード台とトランプなどをするためのテーブルと椅子がある。シャイの部屋、大きなシングルベッドと広い風呂場がある。客室、複数のベッドと風呂場がある。